ちは、 AKB48 チームメイト富山県代表のハルピョンこと橋本アルナです。チャッケだ。ということで、何日かぶりのメイク配信やっていこうと思います。チャケ回線落ちしてる。寝起きとか言われてんだけど、起きて3時間経ってるわずっとドボンしてたわ。寝起きとか聞いてる人はドボンしてない人ですね、きっと。きっとというか絶対。だってアルピョンコメント変えてたもん。アルピョン対戦してたもん。あ、また出た。橋本春奈オートでしょみたいな人間違うわ。対戦してみろでもこういうのやってる人ってドボンやってない人なんですよね。なんか昔やっててやめましたみたいな。だからもう何を言っても無駄。この人たちにかまったところで1位になれるわけではないので、もうそんなことを喋ってる間も1枚でも多くカードを出します。ユリアさん対戦ありがとうございます。別にオートが悪いわけではないと思うんですよ、私は。ただオートだと弱くなるよって話だから、私はオートでやってないですよっていう話であって、別にオートだろうがオートじゃなかろうが、あなたのプレイスタイルに口出しする権限はないので。だから皆さんもそうですよ、私のプレイスタイルに口出ししないでください。はい、さよなら、バイバイ。マリナパンダさん対戦ありがとうございます。何を根拠にオートと言っているか。だからハルピョンがマルチタスクすぎて多分マルチタスクすぎてハルピョンのアラを探したいんだと思いますよ。そうで、なんか締めてるのウートだったぞとか言ってハルピョンを落として、でハルピョンのファンを減らしたりとかっていうことをしたい人なんだと思います。そう、推しメンをこう上げることじゃなくて、他の推しメンじゃない人を下げることしかできない人。かわいそう。朝からキレキレだわ朝から脳みそキレキレ、やばいやばい。ラボーナさん、いろんなパンありがとう。焼きそばパンとかサンドイッチとかフルーツサンドとかありがとうございます。
ゆりやさん対戦ありがとう。保湿保湿。でも今すごい保湿するクリーム塗ったんだった。なのにもう一回保湿するクリームを塗ろうとしてる。そんなに保湿する？ちょっと減らそう量そんなに保湿しなくてもいいかな、うん、ある程度めっちゃ保湿しようとしてた今自分の顔。違うんですよね。いや、こういうコメントが私をムカつかせるの。ムカつかせる天才。君は。じゃあ、おうとって聞かずにさ、え、3つも同時にしているのすごいねって言えばいいじゃないですか。なのになんですぐそうやって、おうと？おうと魔人。機嫌悪いんじゃなくて、朝機嫌悪いわけじゃないんですよね。朝は多分言うたらあれだけど、私がね普段夜配信してるから、多分朝は私のことをそんなに知らない人が 見に来てくれるんですよ。だからそういう時になんかにゃーみたいな感じで釣れよって話なんですけどそうだと思うんですけど、でも無理なの、うん、嫌なことばっかり言われちゃうから。そう、ハルピョンを、ハルピョンってこういうこと言ったら多分また怒るんだろうなみたいなことを考えてくれないから、そうだから、そうなんだよね。だから朝は怒りがちというか、怒らせられられがちそう、そうなんですよ。疲れるね、この後頑張らなきゃいけないっていうのに疲れた。ゆりやさん対戦ありがとうございます。でもさ、みんなスルーしろよとか言うじゃん、まあ、しろよまでは言わないか、やばい下地出しすぎた、スルーしたらいいじゃんって言うじゃないですか。いいと思う、出してもこの人バーストしないよ。いいと思う、出しても。やばい。でもそういうねことを書いてる人って大体なんか他のドボンとかで他の女のカードで対戦プレイしてる人なので、あんまり興味はないというか、興味も持ちたくないというか。そう、もちろん無視するのが一番なんですけど、それは分かってるんですよ。
最近はね、なんかこの間まですごいここが赤みがあったんですよ。だからめっちゃ緑の化粧道具というか緑のあれを、あのなんだっけ、下地を使って赤みをなるべく消してたんですけど、最近は減りました。だから嬉しい。ともゆきぴょんずさん対戦ありがとうございます。明日は雨さん対戦ありがとうございます。明日雨なんですね。スルースキルってマジでどうやったら身につくんだろう。本当に一生無理な気がしてきた。まあ、昔よりかはね身についてるかとは思いますけれど、それでもね、スルースキルをこっちが身につけるのが早いか、みんなが言わなくなるのが早いか、どっちが早いと思いますか。だから人間が、だからもう全員ですよ、そういうなんか10秒ぐらい喋る前にこれ言ったらどうなるかなっていうのを考えるスキルを、それはハルピアにっていうのに限らず対人関係で、それをみんな全員が、日本人が見つけるのが早いか、それともハルピョンがそれをスルースキル、違うや、ハルピョンだけじゃなくてもう全日本人が、まあ、全世界、まあ、世界の人がスルースキル、スルースルースキルを身につけるのが早いか。だってさ、絶対さ目には入るじゃないですか、私がどれだけスルーしても絶対目にはこう入れてくるじゃないですか、こういう人ってコメントには送ってくるわけじゃん。だからムカつくわけじゃん絶対。
絶対ムカつくわけじゃんとか言って対戦ありがとうございます。なぎちゃんとかスルーとか言うとホワッとしてそう。どういうこと？日本語よくわかんないけど。そんなことないよ、みんなちゃんと自分のあれは持ってますよ。なぎちゃんとか言うとホワッとしてさ、だからなぎちゃんには言ってもいいかなとかじゃないんですよ。かわいそうです。なんかでもこういうこと言ってるとさ、言ってもさ、なんか自覚ない人は自分のことだって思わないもんねそうなんですよね。それが厄介なとこなんだよな。難しい。そう、自分だよって言いたくなるけど言わないですけど、何も言わなかった。今がドボンの時って言ってくれなかった、急に。いや、大人になりましょう。多分この配信見てくれてる人の大半が私より大人だと思うんですけど、そんなことはないんですかね。精神年齢的にルピオンの方が大人なのかな。自分も余計なこと言ってしまったなってよく反省します。でも反省してるんだったらいいことだと思いますよ。反省しない人も世の中にはいるので、はい、反省するだけ偉いよ。ギャローさんミラーボールありがとうございます。パンダさんミラーボールありがとうございます。パパパンダパンダパンダコパンダ。遠くからサイレン、肩を貸し合って、それでも立つんだ。
どんな歌だっけ。振りも出てこない今。私が多分ノールックでドボンしちゃうから。すごいってことですよね。それはハルピョンが。遠くからサイレン、それで映って肩を貸し、肩を貸し合って、それでも立つんだ。遠くからサイレン、肩を貸し合って、それでも立つんだ。を殴りに行くぜ、俺の正義だ。ミラボール2つありがとう。ギャロンさんミラボールありがとうございます。バカだと言われても止まらねえ。ラボールありがとう。森のパンダさん対戦ありがとう。え、どっちがいいんだろう。ユキリンさんとかみたいに、ユキリンさんとかすごく楽しそうに文句言うじゃん。あの人スキルすごいと思う。え、だから私も楽しそうに文句言ったらいいんですかね。私も楽しそうに文句言ったらいいのかな。何言ってんのみたいな。でもそうしたらそれはそれでさね、楽しむよね。いやでも本当にゆきりんさんはすごいと思う。本当になんか嫌なことを笑いに変えれることができる人って本当にすごいと思う。だって絶対自分は嫌な思いしてるわけじゃないですか。ユリアさん、うんって顔の人さん、対戦ありがとうございます。まあそれもきっと経験だよって、経験の一つ、経験のなんていうの、差が出るんだよって言われると、まあそうなんですけどって感じなんですけど、全然知らんやつに何を言われても何も思わん。すげえ、アイドルになるべきですあなたは。アイドルになるべきです。はい、その心を私も知りたい。あなたのようなメンタルの人がアイドルになるべきです。はい、サホさん、かゆい、ここめっちゃかゆいけど今ファンデしたてだからかけない。ことされてるとか思ってる側が対応しなきゃいけないのって思う時があってもいいよね。ね、何意外と何なんかでもこの間なんかを見ててなんかあーって思ったのが、その
なんかなんて言うんですかね、まあやばい、攻撃来たかと思った。なんかなんだっけ、あ、いじめってなんでいじめられてる側がその学校から転校したりとか、なんか逃げてもいいよって言われなきゃいけないのかみたいなのを前テレビで聞いて、確かになと思ったんですよ。いじめが起こるのっていじめている側にも多分ストレス的な心身的な問題があるから、なんかそれをそのなんか海外とかはすごいもうみんなが言うんだって、え、あの子いじめをしようとしているから、なんかその精神科医みたいなところ行った方がいいですよみたいなっていうのを先生に言うんだって。で、ああってなるじゃないですか。でも日本ってそれは無理じゃん、自分が次にいじめられるかもしれないからわーってなって、だから自分もそれにってなっちゃう国じゃないですか。本当ダメな国だダメな国だな。たまごさんともう一人誰、ゆりやさん、たいさんありがとうございました。スルースタートって、なんか最近ハルピョンスルーしがちみたいなさ、え、なんですか、私、待って、私メンヘラ製造機でやばい、ハルピョンメンヘラ製造機かもスルーしてるわけじゃないんだけど、レクサーさん対戦ありがとうございます。今日は汗をかかないように、そう、終わった後に配信があるのでね、なんか自分の配信とかだったら別にいいんですけど、みんなで配信、みんなでっていうか何人かで配信があるので、その時にまたお代理にハルピョン汗かいてるって言われないようにするために、おでこをしっかりパウダーで固めましたはい、この間もなんかスルーしてるって言われちゃったし、 PM なんか配信、なんかなんだっけ、舞台稽古終わり配信みたいなのがあるんですよ。でそれをやるんですね私。まあどんくらいなんだろう、わかんない。でも稽古が何時にどれぐらいで終わるかがわからないから、なんかいつも押したり巻いたりするので、そう、まあ7時から9時の間のどこかに多分やってると思うのでショールームで、そうです、あの公式の方の、なんか私のこの個人の配信じゃなくて、その AKB48 公式ルームみたいなあるじゃないですか、あれです、あっちの方で配信があるみたいなので、8時台って言ってた、じゃあ8時台です。ゆりやさん対戦ありがとう、8時台よろしくお願いします。私も昨日、一昨日、昨日聞いたのか、昨日聞いたからあんまり理解してないんですよね。そう、しかも初回の人なので、なんか何も理解できないまま急に配信始めさせられるみたいな。そう。
まあ8時台らしいので、え、じゃあ巻いても8時台ってこと？稽古巻いても？じゃあ巻かない方がいいのかな。サーヤさん、マジカナバナナちゃん対戦ありがとうございます。なんかもともとは違うメンバーだったんですよ、私じゃなくて。そう、でも急に私になった。いけドボーン。だからもういっぱい話してあげます。いっぱい話してあげます。なんか怖いな。大丈夫かな。話しちゃダメなことまで話さないかな。大胆なネタバレとかしないように気をつけます。昨日の配信で言われてたのかな、やりますみたいな感じのこと。多分昨日の配信をちゃんと見てくれてる人はわかると思うんです。ただ私は昨日の配信をところどころしか見れてないので、ちょっとあの知識不足でした、すいません。ぴょんずぴょんずぴょんず、ともゆきさん、さあやままさん、森のパンダさん、対戦ありがとうございます。やるとは言ってたけど誰がやるかまだ発表されていないよ。でも言わないとぴょんず来ないでしょ。ぴょんのことしか多分ぴょんず興味ないから、言わないと来ない人が いっぱいだから。そうだから言うんです、言っちゃいます。言わないとハーフィアのファン誰もいないみたいになっちゃうから。ああのなんか壇上とかに乗りたいとかっていうあれは大丈夫ですよ。はい、ドボンにその分かけてください、お願いします。よろしくお願いします。壇上に乗りたいから大丈夫です、ドボンにかけてください。森のパンダさん、対戦ありがとうございます。メイク直しの道具持ってこ、じゃあ一応ちょっとどんぐらい、そんなに多分長い配信はしないと思うんですけど、うん、だってなそんな長い配信してもさ喋れることないじゃん。うん、だからそんな長い配信はしないと思うんですけど、偵察来た、宝箱だった。稽古頑張る、ありがとう。ハルピョンだけで配信じゃないですよって言っていいのか分かんないけど。
うん、それだったら初回ハルピョンだったらマジちょっと期待されすぎ、無理できない。メンバー何人かで配信しますので、の一人とかだったら全然大丈夫なんですけど、1日目の一人はちょっとだいぶ荷が重いな。顔の人さん対戦ありがとうございます。今日もまた休憩時間、ドボンの、間違えた、ドボンの休憩時間じゃないや、稽古の休憩時間にドボンできると思うので、ちょっと巻いたり押したりが分かんないけど、ぜひ対戦しましょう。ドボンに休憩時間はありません。この分がないの結構ないでしょ。別の仕事とかをやってる時がドボンの休憩時間ですね。なんか久しぶりにランキング見たんです。焦った焦った、もう朝からって思って、早く出してよ。ピエゾーさん対戦ありがとうございます。間違えた、もうあと半月もあんの信じれない。どうしたらいいのって感じ。めっちゃみんな出すの遅い、早く出して、お願い早く出して。
ング持ってこっかな。なんかねちょっと時間あるんですよね。そう、休憩時間にやろうかな。行く準備しながらメイクしたりしながら、まあ大きいのはやっていきたいな。アイシャドウとか持ってくと重いもの。森のパンダさん対戦ありがとうございます。ぐらいは持ってってもね、いいけどね。てか多分マスクして配信だからそんな見えないし、目だけちゃんとやっとけばいいでしょ。って気持ちなんだけど。ダメかな。きっと だからなんでチークもしたんだろうって今思ってます。ドロースリーの音が聞こえた。ピエンピエンピエン、切なくて泣いている時にはタラタラタラタタ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 。うわ、コメントがめっちゃいいね溜まってる。更新しなくちゃ。うんって顔の人さん、ひろくんさん、まこりんさん対戦ありがとうございます。元気ね。スタンプが活発だわ。リップはもう行ってからすればいい。マスカラはちゃんとしたい。
眉毛は今はいいや、ピンクいらん、いらん。あ、やばい、なんかめっちゃ怖い、怖い漫画のCM 流れちゃった。12年にわたり何人をみたいな何人も殺害した男みたいな、こう CM 流れちゃった。困る困る。ニコラちゃん、ユリアさん、対戦ありがとうございます。今私がバナナって言えなかったことは内緒にしてください。本人には絶対に言わないでください。ユリアさん今日めっちゃ当たる。嬉しい。ここで本人登場、そんなことあるわけありません。公認八ピョンズさん、ペコさん、対戦ありがとうございます。すごい、こんな髪前髪ですいません。パウダーとパウダーはこっちじゃなくてもう一個の方、さっき使ってた方を持っていきます。ハルピョンがもっと寛容になればいいんですよね。頑張ります。私は心が広い、私は心が広い広くなさそう、超狭そう。
仕事でもメイクは基本的に自分ですね。ただ壁写の時はなんかされるっていう感じでした。絶対赤残ってる、見て毛先ね。もうちょっと短くなるかもってことは、ハルピョンの髪今月は春直しさん、大変ありがとうございます。もうちょっとね、でも言うてもこの残ってる分切ってもらって、まあ目立ってきたらだけど、そう多分色が抜けちゃってるってことだから、ブリーチのとこがちょっと残っちゃってるってことなので、それはもうどうにも ならないので、色が抜けやすくなってるんだと思います。この辺この長さって一番跳ねる長さなんですよ。もうちょっと短いと跳ねるのかな。だいぶ落ち着いた色になりましたね。まあ、染めたてはだいたいそうなんですよ、いつも。そう、染めたてはね、だいぶいつも落ち着いてるんですけど、色落ちっていうものがあって、髪染めると。そう、その、だからなんか1ヶ月周期ぐらいで私はだいたいその髪の色を入れに行っているんですけど、だからやっぱり行かなかった時からその1ヶ月後入れて1ヶ月後ぐらいから髪をすぐ色を入れるとやっぱり暗く見えるのは、もともといつも入れてるのはこの色なんですけど、そう、でもそれがどうしても色落ちっていうものがあるので色が明るくなってしまうんですよ。そうなの。まあ、正しい髪の毛です。だから別に悪いことではない、正しい髪の毛、こういう返し方をすればいいんですよね。私だいぶ落ち着きましたねって言われて、やっぱり黒がいいのみたいな返しはダメ、こうやって髪がね、自分が落ち着けば返せるんですよ、こういう感じに。よし、完成、ほぼ完成したので、ビューラーとマスカラだけやってないや。私も稽古動画見て着替えて稽古に行きたいと思います。マスカラしてないのにマスカラ入れちゃった。あれ、入れたと思ってたら入ってなかった。やっぱこれ前髪だな、ミスってるな。私これ触覚ですって言っちゃったわこの間。大谷さんばりの二刀流
ねえ知ってる？ハルピョン今三刀流なの。大谷さん超えた。メイクと配信とドボン。大谷さん超え。よし。それでは。はい、終わり。完成。マジカナバナナちゃん対戦ありがとう。ちゃんと言うと。それじゃランキングを読みます。結局最後までメイクしちゃったよ。許さん、わいはお前を許さねえ。絶対許さねえ。かわいい。何この靴見て、めっちゃかわいくない？あ、やばい、充電器持ってこう。めっちゃかわいいスニーカー。めっちゃかわいい。ツイッター開いちゃった。ショールームの隣にツイッターがあるんですよ。だからツイッター開いちゃった。いきます。1位ギャロンさんありがとうございます。2位チームヨーちゃんさんありがとうございます。3位パンダさんありがとうございます。4位、ラボーナさんありがとうございます。5位カモちゃんさんありがとうございます。6位空白さんありがとうございます。7位トメイキさんありがとうございます。8位ジョシュアさんありがとうございます。9位クジノダイゴさんありがとうございます。10位バージョン R さんありがとうございます。11位ワタリアットアズキさんありがとうございます。12位レクサーとピョンズさんありがとうございます。13位スミちゃんって顔の人さんありがとうございます。そして本日のラッキー88位はカンさんです。ありがとうございます。ということで皆さん本日はありがとうございました。8時台に行われます。ぜひハルピョンのなんだっけ、なんかあるらしいのでぜひ見てください。あのドボンも共にしながら見てください。よろしくお願いします。 AKB48 チームメイト公式配信ルームみたいなやつで配信します。お願いします。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにします。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春。ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで5320人の皆さんにきっと期待をお届けしちゃった山県代表ハルピョンこと橋本アルナでした。皆さん本日はありがとうございました。それではバイバーイ、またねー。